前回を振り返ろう。前回は硬かったのボス、グーデルとゴンを討伐したよ。そしてお店を改築して、商品を多く並べられるようになったよ。これでお金もたくさん稼げるようになるわね。ぜひ視聴者さんもムーンライターへ足を運んでくだせー。ということで前回を振り返ろうのコーナーでした。バイバーイ。ゲンムンドから帰還しまして、少しやりたいことがあるのですよ。このベッドやレジの強化をしちゃおうかなとね。あ、前回ゲルムンドって言い間違えてたことに関してはスルーなんだね。てか、ベッドを強化する意味って何なの？村に帰還したら体力が増加するという効果的なと言いますか、マイクラでいう金リンゴを食べた状態みたいな？なるほど、下手くそな説明ありがとう。全体的に一段ずつは強化できるわね。だがしかし、一番強化したいのはこのレジなんだよね。レジを強化することでお客さんがチップを弾んでくれるのだ。へえ、それは確かに強化し毒でしかないわね。レジに魅了されるって意味わかんないけど。で、一番左のはセールボックスを置けるやつなんだけど、セールボックスを置くメリットがわかってないんだよね。大量に売れそうなアイテムをセールで売る？でも、普通の価格で売ればいいってなるよね。セールボックスのメリットについて知ってる方がいたら教えてくだされ。でんで、ル・テイラという道具屋を街に招こうではないか。必要なアイテムがない時に便利そうだね。でも、そんな店が来たらムーンライターの人が減るんじゃ。あへぇ？大丈夫大丈夫だってここの街の人たちムーンライターのこと大好きだもん。そうだね、そう思ってくれてたらいいね。いやでも明らかにムーンライターよりおしゃれな店だよ。うぐぁ？俺の出資のおかげということを脳裏に刻んでやる。勇者目指してる人の考えじゃないよね。とりあえずどんな品揃えなのか見てみようよ。そうだね。リノカで最新、最高のお店、ル・テイラへようこそ。ああ。ムーンライターの店主、ウィルさんですね。どうも、ジュリエンです。僕のお店をリノカに招待してくれてありがとうございます。健全な商売関係を築いて、共にリノカを発展しましょう。上下関係ってのをうちは大切にしてるってことを覚えとけよ。ふむ、人気の商品は一通り抑えてるって感じなのか？いや待ってアベル、ここの店の商品ぼったくりレベルに高いんだけど？おいおいマジかよ、俺の店では300ゴールドもしない布を、この店が潰れるのは時間の問題ということですな。でも、あんたの店では出揃ってない商品をしぶしぶ買うことになる。そう考えたらいい商売やってるのかもね。ムーンライターでこの値段だったらお客さんぶち切れちゃうぞ。まあ、本当に欲しいと思った時だけ利用しようかね。他のことのためにお金は取っておきたいからねー。ということで、アイテムを2ラージチェスト分ぐらい貯めてから商売はしようかな。ダンジョン1回分じゃ夜まで持たないからね。よりゴールドを稼ぐためには蓄えないと。パターンだ。ダンジョンには間違いなくパターンが存在する。無作為に見えるかもしれない。むしろ単なる混沌だろうか。だが、事実は全く真逆であると言っていい。そこには合理性と反復性が存在する。一種の神格的存在の導きだろうか。ダンジョンの各階層には必ず治療の泉がある。実はこの泉、下の階層への入り口がある部屋の近くに出現するのだ。傷の治療だけではなく、ダンジョンの方向を導いてくれる存在だ。財宝目当ての探索者はこの事実を知らないだろう。ほへい？あの泉にはそんな謎が。まあ、アベルさんは一目見た時から感づいていたんですけどね。なるほど。中ボスがいる近くに設置されるようになってたんだ。これはかなりありがたい情報だね。そしてもう一つ視聴者からありがたい情報を得てるんだけど、あの部屋どこにあるかな、とダンジョンをうろついてたら謎の部屋を発見したぞ。硬かったのダンジョンにゲンムンドがあったように、ゲンムンドにも次のダンジョンに一部だけ繋がってるのか？うむ、そうみたいだね。果たして今の状態で行っても大丈夫な場所なのだろうか。確かに、ゲンムンドでもギリギリなのに、とか言ってるけど、正直なところ行く以外の選択肢がないんだよな。ということで次のダンジョンを少しだけ味見してみよう。おお、次のダンジョンは砂漠系なのか？ごっついモンスターたちがいるみたいだけど。なんだなんだドロドロのマグマ生えてきたぞ。ゲンムンドは毒で、次のダンジョンは溶岩なのか。てか、耐久値が高すぎて今の武器じゃきついわね。ナックルでゴリ押しよゴリ押し。したいんだけど怖くて近づきにくいんだよ。この死の境地をくぐり抜けてきた俺のパンチは重いだろ。敵の攻撃も同じくらい重いんだから生きらないで。ほら、残り1体だけだよ。ワンパーンチ。結構苦戦はしちゃったけど、3つ目のダンジョンの敵だし、さらにいい価格で売れちゃうのでは？ぐへへ、ダンジョンの難易度が上がるほどアイテムの最小値が上がっていくんだよな。ふむ、次のダンジョンはサハイアっていうのか。最高価格が1万6000ゴールド、硬かったの5倍ぐらいだね。でも、なんで一部だけが次のダンジョンに繋がってるんだろ？腕試し的なやつじゃない？まあ、アベルさんは武器が弱くてもプレイヤースキルで突破するんですけどね。散々奈落に落ちまくる男のプレイヤースキルねー。今後が楽しみだね。てなわけで、ダンジョンでのアイテム収集が終わったから回転するでー。
ゲンムンドのアイテムの値段も探っていかねばだからね。でも、カタカッタに比べると一つ一つの値段が明らかに高いよね。一個5ゴールドじゃないと売れないアイテムとかあったし。待て待て、それそんなに安い価格だったのかい？やっぱり、最初の段階では高めに売り出した方がいいな。まあ、値下げしていくのは面倒ではあるけど、損はしないやり方だからねー。手を置いてめえ、またうちの商品を盗みに来たのか？そんな野郎はこうだ、ボコビシバン。あの格好のやつが入ってきたら常に警戒した方が良さそうね。でも、店番もしなきゃだから大変だ。ここでお客さんを放置してると買わずに商品持って帰っちゃうからね。リノカには泥棒の素質がある人しかいないのか。これからまた店を改築すると、さらに泥棒が来る確率が上がっちゃうのかな。何かしらの対策があったらいいんだけどね。アテネさん、こちらには武器があるんですぜ。武力を行使して追い払っちまうしかねえよ。勇者のやることじゃないんだよな。ということで、本日の売り上げがこちらになりますよ。1個1000ゴールド以上で売れる品でボロ儲けできちゃったぜ。うんうん、これらが簡単に手に入るってのもいいよね。2回ぐらいダンジョン行けばこれぐらい集められるし。そして、気になる売上額は、58000ゴールドでまたまた記録更新しちゃったぜ。すごいすごい、1回でこれはすごいよ。カタカッタとゲンムンドでここまでの差があるんだね。驚きも物気高評価よろしくって感じですね。は？で、いっぱい稼いだからレジを銀製にグレートアップだ。レジと壺のおかげでかなりチップがプラスされてるよね。てか、このデコラキも出資できるよ。まあ、それはまた後でやりましょうか。クルリンパってしたら転げ落ちちゃういつもの流れー。まあ、ここを探し求めてたんですけどね。信憑性低いよ。でも、ここでもらえる宝箱の中身めっちゃしょぼかったじゃん。いやね、コメントで教えてもらったんだけど、このモンスター召喚を数回繰り返すことで宝箱のランクが上がるらしいんすよ。へぇ、そういう仕組みになってたんだ。道理で前回中身がしょぼかったわけだ。最高ランクの宝箱になるまで倒し続けるぞー。お前で最後ぞ、はぁ、4回目にしてついに最高ランクになったわね。これだけ頑張ったんだからかなり高価なアイテムが入ってるでしょ。それでは、宝箱の中身を見てみますか。おーおー、ペン。お、なんだか見たことないアイテムがいくつか入ってるわね。これはどれぐらいの価値があるアイテムなの？数字が10番以内にあるから、かなりのレアアイテムだよこれ。確実に2000ゴールド以上の価値はあるだろうね。うんうん、この最上級にするまでにもアイテムが集まるし、宝箱の中にはそれ以上のアイテムがあるしで得しかないわね。うむ、奈落が光ってたら喜んで飛び込むべきだね。アベル、やっぱりド M？ いやいや、今の流れでそれはおかしくないですか？んじゃ、デコラティに出資しちゃいますか。どんな装飾品が売ってるか楽しみだ。ほう、なかなかこじんまりとした感じなんだね。屋台を引いていろんな街を行き来してる風来の商人というやつか？この街では手に入らないものがたくさん売ってるってことだね。でもお金足りるのかな？まあまあ、さすがにそこまで高くないっしょ。こんにちは、あのムーンライターを営むウィルさんですね。この旅はリノカにお呼びいただき感謝します。世界を旅して集めた装飾品を販売してるアランと申します。私の商品は人に喜びと安らぎを与えるんです。ムーンライターに飾り気を出したいなら、いつでもお越しください。それじゃあ商品を拝見させてもらおうかね。ふむ、列に並んでる時間を長くできる商品か。泥棒とかを対処してる余裕ができるってことだね。お、来店してくれるお客さんも増やせるんだ。ふむふむ、いろいろな商品があるみたいだけど、とりあえずこの端から端まで、全部もらえるかね。なあに金持ちぶってるんだよ。でも思ってたより安いし、ゲンムンドまでなら買えそうだね。というか何がいいのかよくわかんねえから片っ端から買っていくぜー。なるほど、ここに装飾品を飾れるのね。店のランクが低いから、まだ一つしか飾れないのか。てか、今飾ってるやつでチップが増加してるじゃん。マジかよ、それなら別のやつ飾る必要なくない？アテネのせいで無駄なお金使っちゃったじゃん、責任取れよ。自分の過ちを人になすりつけてんじゃねえよ。それに、店を改築したら飾れる場所増えるんでしょ？確かに、そういえばそうだったでござる。ウェーイ、運良くな楽ダンジョン見つけたぞーい。普通にダンジョン攻略するよりこれした方が効率いいよね。まあ、中ボスが落とすアイテムよりいいのが入ってるからね。この奈落ダンジョンを見つけるのがめんどくさいってぐらいじゃない？いや、適当に転がってたらあるから大丈夫だよ。それない時の方が多いよね。はぁ、ポーション切れたからこれ以上は危険だね。2段階目だから微妙だけど仕方ないか。いや、壺と栄養水が入ってるから十分じゃないすか。これだけでかなりの儲けになるからね。てか、そろそろ武器の強化した方がいいんじゃない？ああ、そうだったそうだった。素材とかは揃ってるから、あとはゴールドさえあれば強化できるんだよね。弓とグローブ、強化するならやっぱりグローブだよねー。ゲンムンドに来てからグローブしか使ってないし。いや、決して弓への愛情が薄れたというわけじゃないんだよ。アベルさんはそんな薄情な男じゃないですからね。はぁ、あ。